はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さてね、本日もアニマルパークさんから、動画をお送りしたいと思うんですけども、まあ、5月の今頭なんですが、収録がね、リーグも始まって、で、やっぱりね、いろんなところで見えるようになりましたね。サザンクロス配置ですね。で、まあ、そういうのがあるんでね、今回も、サザンクロス対策のアタックを1本、非常にね、なぞりやすいアタックだと思うんで、ぜひね、これはね、参考にしてほしいなと思うんですけども、攻めてくださってるのが、このダンテさんですね。まあ、早速、ちょっと見ていきましょうかね。で、攻め方は、まあ、見ての通り、スーサイドラバルですね。なんですけど、これがね、見て、なんでしょう、まあ、見てもらうとわかるんですけども、あんまり難しいことをね、やってるようには見えないんですよ。すごいシンプルな打ち手の繰り返しで、前回まで持っていってるように、まあ、私には見えて、まあ、やっぱりそれってね難しいプレイヤースキルを、大量に使うんじゃなくて、まあ、プランニングを非常にね、しっかり、村に合わせて効率的にやってるから、まあ、そういうね、なんでしょう実際の実行面で、負担が減るのかなと、まあ、思うんですよね、まあ、そこを、まあ、今回は中心的にね、解説をしていきたいというふうに思いますので、ぜひご覧いただきたいと思うんですが、まず、ヒーローパートでね、このギガテスラを潰していきます。まあ、これなんでかっていうと、まあ、わかっている方が多いんで言うのもなんなんですけど、まあ、ラバルを回す場合、ラバでね、ギガテスラのターゲットって全部集めきれないんで、バルーンがドドドッと一気にやられちゃうっていうこと、あとは爆破ダメージによってバルーンはね、もう一発で落ちちゃいますんで、それをね、やらせないためにまずは、ヒーローパートで、このギガテスラを潰す。でさらにこれを潰す理由っていうのは、バルーンの、ね、ルートを絞る目的もあったと思うんですよ。それがね非常にこの3つの効果っていうのかな、バルーンの長生き、2つの効果か、バルーンを長生きさせる、延命させる、さらにルートを限定してバルーンがばらけることを防ぐ、これがねできているっていうのが本当にね、まあ、この序盤のスーサイドパートで、輝いた部分かなっていうふうに思いますね。で、やっぱりギガテスラって、一発ダメージを食らうか、破壊率が 50% を超えるまでは発動しませんから、ウォールブレイカーでこうね簡単にここにこう壁に穴を開けて、でクイーンを流し込むっていうことができてますよね。これがもしもね、起動しているギガテスラだった場合にはそう簡単にウォールバスターで、壁に穴が開かないので、まあ、フリーズを併用するとかね、まあ、いろいろ面倒な手順が生じるんですけども、それもないということですね。で、まあ、ここまでをね見てもあとはもう回収なんで、ちょっとここは早めるとして、もう一回ねこう村全体を俯瞰しながら、まあ、このプランニングっていうのを、まあ、どういう考え方でやってるのか、ちょっとね解説していきたいというふうに思いますんで、ご覧ください。さて、でまず村こんな感じですね。まあ、特徴的なのは、この12字面 と,、6字面が少しこう出っ張った感じがしますよね。で、この3字面、9字面が少しね内側に寄っているっていう感じで、サザンクロスをベースにしてると思うんで、こういうところの、ね、壁の穴が開いてないんで、まあ、完璧なサザンクロスっていうと少し違うと思うんですけども、まあ、ベースがそういう、まあ、サザンクロス配置なんで、外周にこういうふうに防衛施設がいっぱいありますよね。で、これは何かっていうと、中心部の火力っていうのが極端に高くないんですよ。こう防衛が広がっちゃってるんでね。なので、一気にバルーンだったりね、ラバーハウンドが、集中砲火食らって、落っこちるっていう心配はまあ少しないかなと。まあ、その代わり、サイドカットをしっかりしておかないと、バルーンがあっちゃこっちゃにこう散っちゃって、で、短期でね、どんどんこう撃破されちゃうっていう、まあいうことになりますんでね。まあそこは注意する必要がある。まあそういう配置になってますね。で、ダンテさん、まずここのギガテスラを落としましたよね。さっき言ったように、まあバルーンを使う場合、ギガテスラってまあ天敵の一つなんで、まあ先に落としておきたい。まあかつ、これを先にヒーローパートで落とせちゃうと、煮干しの延長でもう全開狙えるんで、リスクがすごい減りますよね。まあ、ということでね、これ初見になったのかな、ちょっと見てなかったんですけども、まあ、リーグなんかを、まあ、こういうスーサイドラバルする場合には、ギガテスラをしっかりね、ヒーローパートで落としちゃうっていうのは重要になりますね。で、ラバルを回すとき、注意したいのは、この8字面、ないしは、ここ4字面から回していくと、
ラバーがこういう風にね回っていきますよね。まあ、当然このギガテスラ区画っていうのは、アチャクイが潰してくれる、まあ前提で考えた場合ですね。でこう回っていくと思うんですけども、ちょっと考えてほしいのはこの辺施設が残ってますよね。なんでバルーンはこっちに向かっちゃう。でこっち側の12時方面っていうのは、まあ、仮に今ね4時面から出した場合ね、上の方がね防衛室が残っちゃって、で中途半端にバルーンなんかがそっちに向かうとあっという間にクロスボウにこう落とされると、まあ、いうことになりますよね。で同じことがこの8時面でも言えます。中心に向かうバルーンとこの上方向に向かうバルーンにばらけちゃいますんで、短期撃破されて、まあ、結局自利品になっちゃう。じゃあどうするかっていうと、一気にこの9時12時面から出していくんですね。でここの防衛室を全部こうカットしているので、こっちの9時面に出したバルーンはこっからだん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 こう中の方にこう入っていって、最後着地点が3時方向になるのが分かりますよね。でさらにこっちに出したバルーン、12時方向に出したバルーンっていうのも、この辺のね、大砲とか、ボムタワーとかをしっかり、事前にバルーンでカットしておけば、中心に手厚くバルーンを出した場合、しっかりこのね、クロスボウだったり、インフェルノ、あとはこの辺の対空砲に、バルーンが向かっていきますんで、全体がね、脇に流れちゃうっていうことも、まあ、あんまないですよね。まあ、そういう風にするために、ここでは、ダンテさん、かなりね、バルーンを多めに持っていってますね。28体かな？かなり多いんですけども、まあ、それはしっかり、この9時12時面全面に散らせて、で、両脇のカットをバルーンでできるだけの余力の残し方、残し方というか持っていき方かな？をするために、バルーンを大量に入れてると、まあ、いう風に思いますね。で、あとちょっとやりにくいのは、ここ、防衛軍を処理するのに、パピーと、あとは、突撃艦を使うんですが、中に入れたライドラを使うしかありませんね。なので、そこでしっかりポイズンを使うこと、あとはアーチャークイーン。このアーチャークイーンも同じです。突撃艦の中に入っているライドラで、おそらく処理するプランを考えたと思うので、まあ、しっかりそこにね、レイジをかけていって、レイジライドラで、バルーンでね、倒せない、援軍だったりアチャクイっていうのを、処理していく、まあ、これが できるかどうかっていうのが、まあ、この攻めの大きなポイントだったというふうに思うんですが、ちょっとねダンテさんこれミスっちゃってるんですけども、まあ、それでもねあのパピーがいい仕事をして、ライドラーがねちょっとうまく機能しなかった分をカバーしてくれてます、まあ、というところで、解説はこの辺にして、もう一回ね動画の本体見ていきたいというふうに思うんですが、まずはここですね、ベビドラを1体出してますね。このベビドラの意味がねちょっと私も分かんなかったんですけども、この、ウィストを削れたらもしかしたらこの辺からね、ウォールブレイカー突っ込まそうっていう考えだったのかもしれないですね、まあ、そこは少しプランが違ったのかもしれないんですが、まあ微修正かな、まあ、微修正うまくやってますんでね、まあ、そこはやっぱダンテさんのもう、熟練の技によるところかもしれないですね。で、ババキンが先行していることによって、アーチャークイーンはこっちのアーチャ島に行かずにしっかりクロスボウを竹取って、でその後にはギガテスラまでこうターゲットを移していくという格好が出来上がってますね。でババヤキングは、このままね一気に、3時方面に流れて防衛施設なんかをこう、壊して役目を終えていくというところになってますね。でギガテスラはねもうアーチャークイーンが1対1で当たればクロックさえちゃんと解放できれば間違いなくやられませんのでね、それは安心できるポイントですね。で、ここしっかりね、12時方面バルーンでこうカットをしながら中にこうバルーンが集まるようにね出していってますよね。これが非常に重要なポイントで、バルーンが周りにそれないようにカット用のバルーンと中心用のバルーンを出してます。で、相手のドラゴンにはポイズンで中心部にレイジをかけて、パピーレイジで相手の圧着衣を処理で、今ね突撃艦を本当はこのクローンの上で弾けさせるはずだったんだろうなと思うんですけど、そこちょっとねあの弾けるのが遅くなっちゃってライドラがだいぶねあの6時方面に行っちゃったんですが、まあ、そういうミスがありながらもね、しっかりと、パピーに、レイジプラスポイズンっていうんで、ドラゴンと相手の発射位あの処理ができてますんでね、バルーンはこいつらにやられずに、しっかりね9時面のバルーンは3時面、12時面のバルーンも3時面と、まあ、いうことで、それぞれの、ね、面から広く出したバルーンが全体的にこう集合して、ね、この3時面にで最後は、一体になって残った防衛施設をこう壊すと
まあ、いう格好ができてますね。もう本当にお見事ですね。あのこのプランニングっていうのはあのだいぶリスクがあるようにも見えるんですけども、思ったよりもなんかリスクが実際にやってみるとないのかもしれないですね。2回3回やってもあの前回が安定してまあ取れる、まあ、すごい優秀なねこれプランニングだというふうに思いますんで、まあ、これからね、リーグやっていく中で、まあ、こういう村と当たった場合には、ぜひね、参考にしてもらいながらあの前回取るまあ一つの助けになれば幸いかなというふうに思います。はい、というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。